はい、のびさんこんにちは、しょうくんです。今回はですね、球速に悩んでる方必見、スピードもコントロールも上がる最強の重心移動についてお話をしていきます。僕はですね、普段理学療法士として勤務していて、休日に中学校硬式野球チームの方でトレーナー活動をしています。その中で怪我に苦しむ選手やなかなかパフォーマンスが上がらないという選手をサポートしています。はい、それでは次にこの動画を見るメリットについてお伝えしていきます。この動画を見るメリットについては主に3つあります。まず1つ目、重心移動を行っていくときにここを意識するといいよっていうポイントが分かる。2つ目、重心移動に関してのプロになります。3つ目、この動画を見ることであなたは泣くとも黙る最強のスピードボールと針の穴を通すようなコントロールを身につけることができ、試合で監督コーチから褒められまくります。この3つのメリットによってこの動画を見る価値っていうのは十分にあると思います。泣く子も黙るスピードボール欲しいですか？針の穴を通すようなコントロール欲しいですか？私も現役時代の時であればこのスピードボールやコントロールをどうしたら高められるのかっていうのを常に考えてました。ただこうしたらいいよっていうのを教えてくれる人はなかなかいませんでした。私自身がこの立場になってここを意識するといいよっていうポイントを、重要なポイントをこの動画を見ているあなたに伝えたい、そんな思いでこの動画を作りました。はい、それではここから本題に入っていくんですけども、重心移動を行っていく上で重要なポイントっていうのは主に3つあります。まず1つ目、重心移動を行う前にまず足の裏全体で一直線に立つことができているか、これが1つ目になります。次の2つ目、この重心移動を行っていくときにこの体幹の軸ですね、これが一直線のまま重心移動ができているか、これが2つ目になります。で最後3つ目、重心移動を行っていくときにさっとこのトップの位置っていうのはさっと、持ってこれることができるか、これが3つ目になります。この重心移動を行っていくときにはこの3つのポイントっていうのが非常に重要になっています。はい、じゃあここから、順を追って説明していくんですけども、まず1つ目、重心移動を行う前に体を一直線にした状態で足の裏全体で立つ。まずですね、皆さん片足立ちをやってみてください。はい、その時に体を一直線にした状態で足の裏全体で立つことができていますか？この時に足の裏全体で立つことができていないと重心移動を行っていくときにキャッチャー側へ力をうまく伝えることができません。なのでこの大谷選手のようにまっすぐ一直線に立つためには軸足をしっかりと伸ばした状態で立つ必要があります。しかし軸足が曲がって体が曲がった状態だと足の裏全体で立つことはできません。これによって重心移動を行っていくときにキャッチャー側へうまく力を伝えることができません。なので軸足をしっかり伸ばして体を一直線した状態で立つ、そうすることで重心移動をスムーズにさせることができますんで、まずここを意識してやってみましょう。それでは2つ目、体を一直線した状態で重心移動が行えているか、まあ、これに関してはですね、重心移動といえばという場面になってくるんですけども、あなたはですね、重心移動の時に体を一直線にした状態でキャッチャー側へ移動することはできていますか？もしこれができていないのであれば、まあ、リリースは安定しないので、まあ、結果としてですね、スピードボールやコントロールを手に入れることは難しいでしょう。まあ、それぐらいですね、重要なポイントになってきます。なのでこの大谷選手のように足の裏全体で立った後、体が前とか後ろ左右に傾くことなく重心移動が行えていることで、まあ、リリースが安定して、このリリースの時に力強く指にかかりますんで、まあ、結果としてスピードボールやコントロールを手に入れることができます。はい、それでは最後3つ目、このトップの位置までさっと持ってくることができているか、まあ、これはですね、重心移動の最後のフェーズで踏み出し足が地面につくタイミングでの、まあ、話になってくるんですけども、あなたはこの時ですね、この肘から
上げる癖ないですかね。実はこれ肘から上げることによって、まあ、医学的にはまあ非合理かつ、怪我のしやすいフォームになってしまう。なので手のひらは下に向けた状態で重心の時にさっと耳の横まで、素早く持ってくるようにしましょう。この耳の横まで持ってこれば、あとは体を回転させればボールは投げることができますんで、まあ、しっかりとまずはこのトップの位置、耳の横までさっと持ってくるっていうのを意識してやってみましょう。それでは実際に、この重心の時に重要なこの3つのポイントについてどうやって練習していくのか説明していきますんで、一緒にやっていきましょう。それでは、重心度に関しての、3つの練習方法についてお伝えしてきましたけども、皆さんいかがでしたか。この重心をですね極めていくことで、まあ、しっかりと下半身の力っていうのが上半身にしっかりと伝えられるようになって、まあ、このリリースの時にしっかりと力を伝えることができるようになりますんで、まあ、球速アップであったりあるいはコントロール、が良くなりますんで、まあ、ぜひですね、この機会に実践して自分のスキルにしていただければなと思います。はい、では今後ですね、皆さんが疑問に思っていることとか、あとは有益な情報っていうのをどんどん発信していきます。その中で、わからないことや、疑問に思っていることっていうのを、下記の概要欄の方に公式 LINE のリンクを貼っていますので、そちらの方までメッセージをお願いします。それでは最後に、この動画がいいと思った方は、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。